裏を置けば11レースです。指数グラフの見方ですけれど、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。20丸打ちましたのは1番です。浦和で3戦連続黄色線を上回る指数を出しています。特に2走前は黄色線を15以上上回る優秀な指数を出しています。前場比較してみると、金走は、この馬の指数が他馬を圧倒しています。指数の青線を見ると、山と谷が交互に来ています。交互タイプであれば、今回は指数を上げる順番になります。連帯確率は高そうです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸。今回は戦後になります。指数のピークは1004と多いの1006です。だから戦後は適距離だと思われます。展開面を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角です。中段からの競馬で、高指数を出しています。ここで先行力分析シート見ておきます。一角予想図ですけれど、逃げ馬は1頭、先行タイプが4頭います。ミドルペースを予測します。先行力で相当しますと、この馬の先行力は3番手です。余裕を持って控えて、指してくる可能性が高いと思います。展開面はプラス評価です。丸を打ったのは12番です。休養前の大井と川崎では、黄色線を連続して上回る優秀な指数を出しています。今回休み明け叩き2走目になりますので、上積みも期待できます。能力は20丸打ちました1番と横一線だと思います。距離を見ていきます。大井川崎での指数のピークは、1006から、2100、幅広く指数のピークです。今回戦後への距離延長になります。これはプラス評価していいと思います。レース間隔を見ていきます。横軸のこの一目盛りが2週間、一開催となります。今回は、連投になります。このまま前回の連投時は指数を上げました。連投は問題なさそうです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線になります。前走は休み明けで過去最高の馬体重となりました。連投の今回馬体を絞って調子を上げるんじゃないかと思われます。馬体を絞ってくればプラス評価していいと思います。その他の馬も見ていきます。黒三角打ったのは8番です。前走黄色線を上回りました。連帯資格は十分です。展開面を見ていきます。展開面では、後ろからの競馬が多くなっています。上位2頭も差しタイプなので、差し合い勝負の可能性になります。上がり指数を見てみます。上がり指数は、この馬がトップです。なので、差し勝負になれば十分連帯可能だと思われます。次に白三角打った3番です。黄色線近辺の指数を安定して連続しています。前走は休み明けを大幅馬体増で出てきました。今回もちょっと小休止してますが、馬体を絞ってプラス評価していいと思います。×を打ったのは10番です。黄色線を上回ったのは、ここは1008、1006と1006以上です。戦後では指数を落としています。ここはマイナス評価していいと思います。最後に能力偏差値を見ていきます。A ランクが20丸打ちました1番、 B ランクが12番、
この2頭が横一線で、この中心になると思います。相手は C ランクの2頭でいいと思います。